元女子プロレスラー鬼嫁の愛称で知られる北斗晶さん、そしてもう一人は元モーニング娘。で現在は4人の子供のお母さんの辻のぞみさん、54歳と34歳、20歳違いのお二人が仲良くなったっていうのは意外なことでございますが、これからどうもよくいらしてくださいました。よろしくお願いします。北斗さんは1995年に同じプロレスラーの佐々木健介さんと結婚なさいまして、現在は大きい22歳と18歳のお二人の息子さんがいらっしゃいます、はい、この子たちはもう随分大きくなりまして、はい、もうね、長男22歳になったんで、はい、こういうご家族ですね。でこちらのご家族はですね、はい、で2007年に俳優の杉浦太陽さんとご結婚になりました。かわいい。この時あれです、赤ちゃんがもうできてたの、お腹のとこで。そうですね、まだ分かったばっかりぐらいの時です、ね、あ、そうですか、はい、で、4人の子供がいます。13歳の長女がいて、10歳、8歳、2歳と3人の男の子がいる、うん、もううち中子供だらけっていうような、そういう状況です。全く違うタイプに見えるお二人が知り合ったきっかけというのは、授かり婚で20歳で、結婚なさいました。辻さんは長女の子育てや日々の生活をブログでお書きになった、はい、そしたらなんだかバッシングにあったんだって。そうしたら、そうですね、やっぱりあの当時まだ自分も若かったりとかして、結構厳しめな意見が。例えばどういう、どういう、でももう本当に何をしてても結構言われてしまいがちで、毎日目玉焼きでどうするとかそういうんですそうです、そうです、本当にそういう感じで、仕事だってやめちゃおうかと思うぐらいちょっと傷ついたんですね。そうですね、もう当時は本当にあの家族、母親とかも遠くに住んでたりとか、やっぱり友達も20歳はみんな遊びに行ってる友達ばっかりだったので、本当に一人でなんか家で育児をしてる毎日だったので、結構追い詰められて、うん、でその中でまあ始めたブログだったんですけど、ブログを始めてみてもやっぱりそうやってこう厳しめの言葉がすごく多かったので、もう本当にやめようっていうのはもう1回2回ではなくて何十回も。かわいそうだったわね、せっかく一生懸命やってんのにね。毎日目玉焼きだってもいいじゃないのそうなのね、いち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 。ところが面識がなかった北斗さんがブログの応援メッセージ書いてくださったんですって。そうなんです、もう本当にあのお会いしたことはあっだと思うんですけど、もうちゃんとこう面と向かって会話をするっていうことはなかったですよ ね、うん、でそんな北斗さんがブログを始められて読ませていただいてたんですけど、その時にあの普通に読んでたらあれっていうような、あの私かなっていうようなワードがちょこちょこ出てきて、それをずっと読んでたらもう本当にあの私が思ってることを気持ちを代弁して全てまあ、見てる方にあの言ってくださって。北斗さんはブログで応援しようと思いになったね。やっぱりなんか悪意があったんですよ、記事に。わざわざこの子が叩かれそうなことをなんかニュースにしてるっていうんですか。そうなの。で、そのニュースにすることによって、うん、こう余計に叩かれてるような気がしたんですよね。そうなの。それであとは私がブログを始める時のきっかけにも、あのブログが何かちょっと年も取ってたので分からなくてあの見本としてママタレントさんやられてるのは辻さんですってコピーで見せられたのが辻ちゃんだったんですよ。それであこんなことをみんな書いてるんだっていうので、うん、その見本というか勉強の一つとして辻ちゃんのを見たら、うん、まあ一生懸命やってるんですよ、うん、あのいろんなことを子供が喜ぶ料理を作ってみたりとか、うん、そしたらなんか、スペルがなんか間違えたりとか人参でなんか型を抜いて名前を多分お姉ちゃんのね、はい、ノアちゃんの名前の N かなんかひっくり返ったんですよね人参を型抜いたはいいけど、だからそういうことでなんかニュースにもなったりとか叩かれたりとかしてて、そんなことで、それで私なんかこうみんな
構集中攻撃浴びてるような感じです。かわいそう、はい、もう そんな感じがして、で私からしたらもう、まあ、20もその違う娘みたいな子で、うん、一生懸命子育てしてるのに重箱のお墨つつくようなことまでなんか取り上げてって、まあ、この芸能人だからしょうがないとかというよりは、うん、絶対に落ち込んでるんだ なと思ったんですよ。でもあなたも妊娠なした時に辛い思いしたことがあるんですって、はい、私がちょうど、まあ、現役選手だったんですけど、なんとなく私昔は痩せてたので、うん、太んなきゃいけないっていう、体大きくしなきゃいけないのに大きくなれなくて、でも近頃太ったなとかって、体重増えたな、これから強くなるななんて思った時に妊娠したんですよ。でそれで急に次の日から もちろんプロレスというその仕事なので、もう次の日からキャンセルって言った時におめでとうって言ってくれた人もいたんですけど、当時ちょっと上がってた団体の方に、あのこうみんなにたくさんの方に迷惑をかけてるんだから謝ってねって言われたんですよ。はい、だからもう試合が出られないっていうことに対して謝ってねって言われて、子供ができたかってね、はい、子供ができたってことに対して謝ってって言われたんです、うん、その一言がまあ今でも忘れられないぐらい、うんうん、なんかまあご迷惑はかけましたけれども、キャンセルしなきゃいけない仕事を、でも新しい命に対して謝ってって言われたことをすごくちょっと忘れられなくて、うん、でまあ、ついちゃんがやっぱり若くして子供ができたので、うん、そういうことからそこからなんかちょっとマッシングが始まったような感じではあったので、うん、なんかちょっと重なったところはありました。なるほど、うん、ところで今何歳子供？子供は今もう中学2年生と5年生と3年生と2歳の子が2歳の子はまだ手かかるわねそうですね。でもあれですってね、辻さんに、北斗さんは辻さんにちょっと疑問があるのは、それはなんだか、この方がお米を送ってくれるんだって。そうなんですよ。そのブログの一件から、まあ、私が書いたのはその若夫婦頑張れっていう感じで、それ辻ちゃんの名前は出さなかったんですけど、そこからこう仲良くなり、気を使ってくれるんですけど、米を送ってくれるんですよ。でもうちは米農家なんですよ。だからね、本人に米送ってくれるのはいいけど、うちは米農家、実家が米農家で米あるんだけどっていうような話をしたりとか、ね、あとはちょっと太陽くんが、あれなんですよ、コロナにちょっと感染してしまった時があって、うん、だからもう濃厚接触者でみんな出られない、子供はいっぱいいるっていうんで、それを聞いた時、まあ、大丈夫って、大丈夫じゃないのは分かって、大変だけど頑張ってねっていう LINE を連絡をした後に、うん、私がちょっと名古屋で仕事があった時だったので、うん、買い物とかも行けないし、ちょっとなんかパッと作れるものでって思って、味噌煮込みうどんをちょっと家族がみんなで食べられるように大量にちょっと、うん、送りした、はい、送ったんですよ。つーちゃんすぐに連絡くれるんですけど、連絡来ないから届いてないんじゃないかなとかって、まあ住所も書き間違えたかなと思って、つーちゃんうどん届いたって連絡をしたんですよ。届いてなかったらこれ連絡しなきゃいけないと思って送った先に、そしたら、あれ北斗さんだったんですかって言ったんですよ。私の本名を知らないんですよ。あ、本名で送ったからなの。そうなんですよ。私一応佐々木久子っていう名前がありまして、何かお荷物を送りするときに旦那さん佐々木さんだもんね。そうなんですよ。なのにそれさえも気がついてないっていうか、そうだからずっと疑問で食べずに誰だろう誰だろうなって食べずにどこ入ってるみたいなずっと考えてて、その本当タイミングで連絡をいただいて、すごい繋がってるなって嬉しかった。その時はいやもう本当に嬉しかったで、なんか北斗さんって自分の母親以上に私が何かある時にそれを察して素早く、そうなんです、うん、もうそれが本当に不思議で、すごい力を持ってるなっていつも感じてます。なるほど。でも去年2人ともとともいいのは理想の夫婦っていうののランキングの辻さん5位で北斗さん6位だったんですって。知らなかったの？分かんなかったです。ありがたいですね。でもいいでしょ、これだけたくさんさ芸能界でも夫婦がいるのにね、はい、でそれぞれ徹子の部屋にご出演してくださってますので、ちょっと VTR でそれご覧いただいていいですか。はい、鬼嫁とかってあなた言われてらっしゃる、はい、健介さんが鬼嫁を好きな理由はどういうと、いやなんでしょうね、適度な刺激があるんです毎日それがいいなと思い始めましたね。この野郎なんだとかって言ってる彼女がいいんですって今でも。何て言うの、だから元気になって、もう心配になってくるんですよ大丈夫って感じで
もういつも通りね、パッと表に出してくれるのが嬉しい。どんなふうに出すの言って。おいとか。そうなんですよ。おめえとか。だから私がちょっと優しくするじゃないです。そうすると大丈夫って言うんですよ、私。どうしたの大丈夫って。優しいと変みたいです。まあ今年銀婚式です。はい、25年ご一緒にいらっしゃって、はい、一言ずつ何かおっしゃることあります。いや、体に気をつけて本当に一日もこう長く生きてこう、ね、楽しく老後を過ごしたいなと思います。はい、で孫の顔見たいよね。そうだね。すごい。辻さん、北斗さんのご夫妻はどういうご夫妻だと思いますか？いや、もう本当に理想で憧れの夫婦です。あ、そう。なんかやっぱり旦那さんが上に立つっていうことも、まあ、昔で言うとすごい素敵だと思うんですけど、やっぱり女性が上に立って作っていく家庭の代表だと思ってて、うん、外から見たところも優しそうだもんね。そうなん、なんか北斗さんが強くきつくこう言ってもそれに愛があるから、そうそう、もうそこがこうできる人ってなかなかいないなっていうのはすごく思うので。それで夫婦円満の秘訣はその他に4匹の愛犬、犬、うん、4匹お、はい、かわいい。可愛いって思うじゃないですか。やっぱり息子たちが、びっくりした、これ、はい、息子たちがでかくなっちゃったんで、はい、ブルドッグが今3匹ですね。前回ここに出させていただいた時は、ね、フレンチブルドッグとブルドッグが1匹だったんですけど、そうそうそう、ブルドッグの梅ちゃんが赤ちゃんを産みまして、はい、で手放せなくて、はい、男の子と女の子を残しました。あ、そうなんですか。それで増えたのね、はい、4匹合わせて。かわいい。これ全部合わせて100キロぐらいなんですって。ちょうど100キロ。じゃ全員は1匹は抱けないわね。もうでもやっぱり私たちだから買えるかなっていう力があるので、はい、これ生まれた時ですか、これ。はい、生まれた時ですね。でも可愛いわね。可愛いってもんじゃないんですよ。あ、本当。もう我が子よりも可愛くなってきますもん、今。もう文句言いませんから。可愛いってもんじゃないです。まあ、辻さんは結婚15年目で。そうですね。そうですよね。はい。で、よくあなたに5人目はって聞かれるんだって。うん、そうですね。なんかまあすごい最近やっぱり一番下の子が大きくなってくると、うん、よく言われるようになりますね。ちょっとその辺はご覧いただいていいですか。あなたが話してらっしゃるのこんなこと。赤ちゃん産むたびなんか死にそうになったんです、毎回。そうですね。やっぱり出産っていうのは命がけっていうのは毎回4回立ち会ってるんですけども、なんですかね、2人目の時に産んでよかったねっつって、で辻のお父さんお母さんと、でじゃあご飯でも食べに行こうかってうどん食べてたら、病院から電話がグーンあって、意識がなくなりましたって言って、わーえってなって、今産んだばっかだよねみたいな、でダッシュで戻ったら、やっぱりこう産後の後の出血が結構出ちゃったみたいで、本当に死を確保するぐらいの。私はもう全然覚えてないんですけど、うん、やっぱり命の誕生で感動した後に自分の妻の命の危険を感じるっていう、そうですね、これはすごく驚いちゃって、うん、やっぱりこれで改めてやっぱり感謝の気持ちといいますか、ね、やっぱ男にはできないことなので。それでもやっぱりもう一人ぐらいは、女の子がもう一人欲しいのは正直なところではあります。本当に？え？女の子、でも 100% 女子が生まれるって限らないので、これで男の子生まれたら男で大変なことになるよ。でももう一人ね、産後4もどうなんですかね。そうそうそう。なんだよそれ。北斗さん、辻さんはどういうご夫婦だと思いですか？すごく可愛い、私たちからしたら、まあ、年も取りましたので可愛い夫婦だなって、なんでしょう、娘夫婦見てるような。なんか結婚した時は正直ママごと婚とかってすごいバッシングされたりとかしてましたけど。なんてママごと婚、ママごとだと、ママごと婚、はい、ママごとなんていうふうに。あ、そう、はい、でも本当に見てるとママごとなんですよ。でもそれがいいんですよ。ママごとでいいじゃないかって言って、だってすごい子供たちも楽しそうで、ね、夫婦も楽しそうで、うん、反対に悪い意味じゃなく、小さい頃おままごとしてる時って本当に楽しかった、うん、だからそれをもう本当に現実としてやってるような感じで、ね、いい意味でですけど、ね、でも可愛いもんね、この方ね、はい、まあ、旦那さんもまた可愛いじゃない、はい、ね。今 VTR 見てたらすっごい夫婦そっくりになったなと思って、そうですか。でもそこに子供が4人もいるってすごいですよね、
北斗さんは2人だっけ？はい、はい、息子が2人です。どのぐらい大きくなったんですか？もあ今22歳で、うん、ちょっとあの海外に留学してたんですけれども、うん、はい、コロナでちょっと一旦帰ってきて、うん、まあ、間もなくまたあの向こうにカナダに戻ることになりますが、うん、大きいね旦那さんぐらい大きい、ね、もうよく この写真もみんなパパじゃないのっていうふうに父親にそっくりですけれども、長男はリモート授業なんで時差があるんでなかなかあの夜中なんで事件が起こったりした。そうなんですよ、あの私もケンスケもやっぱり仕事してるので、じゃあ私がすごい朝早く出るときにご飯を朝食を用意しておくんですよ、うん、仕込んでおいて、あじゃあ寝ようと思って明日の朝は楽だと思って起きて、存在っていうのは、まあ、あの距離はありますけど、うん、すごいあの悩んだ時はめちゃくちゃこう隣に私の中ではいますでもそれはありがたいことですよね。いや本当にそんな親でも何でもないのにね、素敵だと思いま す, で, す、ね、でもあなた の, あの子育て本が発売中で、はい、こう連載をやらせていただいてて、うん、それをこうまとめたものが一冊の本になって発売、うん、4人の子育てやなんか入ってる。そうですね、まあ、子育て本っていうよりは私の経験談をこう話をしてる感じで、あのまあ今コロナ禍でなかなかこう外に出られなくて、うん、やっぱ一人でこう育児に悩んでる方とかにちょっとでもこう共感してもらえるところがあったらいいなっていう思いで、はい、出させていただきました。確かに今外にも行かれないで子供4人もいてさ、うん、うちの中で
いやいや言ってたらそれはもうね、もう枕何個あっても足りない本当よね辻さんは今日改めて、はい、あの書いたもんじゃなくて、うん、あの面と向かって北斗さんに感謝の気持ちをちょっとお伝えになりたい。そうですね、恥ずかしいんですけど、はい、いやでも本当にあのもう綺麗事とかではなくて、当時私の周りには私の中では本当に誰もいないって思ってて、それこそ仕事を辞めようって思ったこともあったし、なんかもう自分なんてっていうふうに思ったこともあったし、もう本当自分にも自信もなきゃ育児をしていけるのかなとか、この先自分はどうなっちゃうんだろうってすっごいもうずっと考えてたんです。でその時にやっぱり北斗さんがまあブログを通して、ああやってこう私の気持ちを代弁して話してくれたことで、本当に私の、まあ、命も子供も救われたと思ってて、だから本当にあれがなかったら、ごめんなさい、あれがなかったら本当に私今の自分はいないなって思ってて、辛かったでしょうねその時ね。たまに本当に自分が今でも行き詰まる時に、そうやって北斗さんの言葉だったりブログとかを読み返したりとかしても、本当にもうなんかその時の気持ちに戻って頑張ろうって思えるんですけど、でも本当にあのことがなかったら本当に今の自分もいないし、こうやって今ここにもいれないって思ってたんで、本当そこはもう感謝しかなくて、もう未だにしかも気にかけていろいろこう声をかけてきたりしてくれてるのに、本当に本当に感謝してます。でも本当に良かったですよね、芸能界でこういうそばにそういう方がいらっしゃってね。一度雑誌に、事務所さんの方に多分これが出ますよっていうのが事務所さんに届いたんでしょうね。あの夜中に泣いて電話がかかってきたことがあったんですよ、実はこんなことをって、こう一生懸命やってたのに、その書かれている内容が虐待してると子供たちを、そういう内容の記事が明日出るんですって言って、こんなにおんぶして前に抱えてやってるのに、その写真が送られてきて泣いてかかってる時は、この子大丈夫だろうかって本当に思った時があったんですね。でもなんか今やっとそのまあ娘ぐらい違う年じゃないですか。でも なんか今すごい辻ちゃんってすごい子育て頑張ってて、でお母さんだけどおしゃれもしてこうね、あの綺麗でいることも忘れないっていうんで、でいろんな若いお母さんたちに支持されてこの頑張りがね認められて、なんかすごく我が子が褒められてるようで、それはすごく嬉しいですね。やっぱりよかったね。でもこういう方がいてくださって本当に良かったですよね。あなたもね、今日お二人でご出演なさったお気持ちはどんなですか。ないやもうまた背中叩いてもらおうと思ってまた叩いてもらえばまた大丈夫そうと思うわ。そうですね、もう本当にやっぱ育児はなんかこう終わりもなくて正解もないので、もうそこは本当、もう一回子供4人何歳だって中学2年生と5年生と3年生と2歳です。あ、2歳がちっちゃいね。そうですね、もうちょっと大きくなったらまたやってください、はい、どうも本当にありがとうございました。北斗さんもどうもありがとうございました。徹子の部屋はテラサで過去の放送回を配信中。無料見逃し配信はアベマ TVer で。